はい、まさきけんたのモンゴルナー、はい、始まりました。深夜3時でこのテンション、まさきけんたのモンゴルナウということで、今深夜3時回りました。ここからはまさきさんと桜井さんにお越しいただいて、モンゴルのお話フリートークで、もう台本なしのぶっちゃけトークでいきたいと思います。モンゴルといえばこのお二方、まさきけんたさんと、桜井さんです。よろしくお願いします。簡単に自己紹介からいきますか。桜井さんから、はい、モンゴル商事代表の桜井と申します。当社は主にですね、モンゴル向けの、進出調査、こういった仕事をやっております。よろしくお願いします。桜井さん、遊牧民出身ですよね。はい、そうです。大体どのあたりなんですか、その地図でいうと。僕は宇宙モンゴル自治区といって、中国の北の方のモンゴル自治区です。オルトスっていうところです。モンゴルの南の方で中国の北の方みたいな、そうです、感じですかね。はい、内モンゴル自治区出身。内モンゴル自治区、はい。で、続いて、はい、モンゴルといえばまさき LLC、はい、まさき健太さんです。はい、まさき LLC の、代表しております、まさきと言います。はじめまして。はじめましてじゃないですよ。あ、そうですね。まさき健太のモンゴルなんか何回もやってますもん。あ、そうですね。ワールドインベスターズ TV で、はいはい。石田さん、その前にちょっとこれ、はい、僕今日仙台から来たので、萩の月をこれ。ああ、ありがとうございます。あ、お土産。あ、萩の月、もう、あ、ここでちょっと疲れてると思うので。あ、甘いものがね。甘いものでスタッフの皆さんと。いや、いつもありがとうございます。はい、とんでもないです。はい、まさきさんいつもねお土産持ってきてくれるんですよ。いえいえ、はい、イクラとかウニとか、あとじゃがいも、じゃが、何でしたっけ、じゃが団子ですね。団子のなんかじゃがいもの、いや、いつも美味しくいただかせていただいてます。はい。で、まさきさんの、はい、そのお仕事のちょっとご紹介、ちょっとしてもらいましょうか。はい、まあ、日本ではですね、まあ、土木と建設、あとは不動産、うん、あとは札幌の方で、まあ、ビジネスホテルを、うん、経営してるんですけど、まあ、そちらの、まあ、モンゴル現地法人ということで、今年の5月に会社を作ったんですね。で、まあ、こちらの方の、まあ、何をやってるかと言いますと、まあ、モンゴルの不動産をですね、開発したり、あとはモンゴル の, その銀行口座のですね、情報を、皆さんに広く知ってもらったり、あとはその他にも株や、あと鉱山関係の、まあ、周辺産業といいますか、まあ、そちらのビジネスをしてます。最近道路も作ってるそうですよね、モンゴルの道路。実はですね、そちらの方は、今年、来年からに、なりますね。はい。まあ、でも実際そのモンゴルに、まあ、根っこを張ってビジネスをやってるっていうことですよね。そうですね。やはり、まあ、モンゴルの情報は皆さん相撲ですとか、 あとはゲル、 あとは草原ですか、まあ、っていうようなイメージはあると思うんですけど、実は、まあ、首都のウランバートルはですね、まあ、ものすごい経済発展をしていて、まあ、今後もですね、数年間、まあ、何年かわからないですけど、まあ、日本の数倍と言われるようなスピードで、街全体が発展してますので、まあ、そちらの方で根を張って、やっぱり行ったり来たりしてるとですね、まあ、時間のロスもありますし、やっぱり現地で、コネクションを作って、まあ、情報を取って、まあ、それでなるべく日本の皆さんに、モンゴルの可能性を広めていきたいというのがありますね。はい、今日あれですよね、まさきさんの会社のビデオをちょっとご用意いただいてるんですよね。あ、そうですね、はい、ですよね、はい、そのビデオの方でちょっとモンゴルでどんなことやってるのかっていうのがある程度わかると思うん で、 そうです、ね、ちょっとそれみんなに見ていただきましょうか。わかりました、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとまさきさんのビデオの方を一回流していただいて、それをもとに、フリートークスタートしていきたいと思います。まさきさんのまさき LLC のビデオ、ちょっと流してください。 VTR スタート。you
まして、マサキ LLC モンゴルの、マサキと言います。マサキ LLC モンゴルですが、今年の5月に資本金10万ドルで設立されました。お答えとなる本社は24年前に設立され、土木と建築、その他に不動産、ビジネスホテルも経営しております。弊社の会長は実は2007年に初めてモンゴルに来まして、さまざまな調査を重ね、モンゴルの銀行口座開設、株の取引、不動産投資、二十数回の訪問を重ね、いよいよ今年会社設立したという形になっております。昨年はモンゴル全体で1年間不動産が 20% 上昇しました。これは旺盛な需要と少ない供給により、今後数年間この上昇傾向は続くと思います。で、弊社はこちらに根を張っている会社ですので、市場調査をし、お客様にとって、有料な不動産を紹介していきたいと思います。現在2つのプロジェクトが進んでおります。1つはウランバートル市内に13階建てのマンションが建設中であります。で、2つ目に、モンゴルの北の県とですね、そちらの方に今後4年間で700戸の、アパートのプロジェクトを建設するということで、今月まさに始まったところであります。今後5年間で政府はですね、5000キロの道路を新設すると、発表しております。5000キロと言いますと、東京からシンガポールほんの直線距離を結んだ、距離になっております。北海道の寒冷地で培われた、道路建設の技術をモンゴルで生かしたいと。世界的な埋蔵量を持つ鉱山が数多くモンゴルにあります。その鉱山にですね、特殊な機械をリースする、このようなビジネスは、弊社の建設業にも絡んでいますので、皆様にも魅力的な案件になると思います。やはりモンゴルでビジネスをする以上、モンゴルに還元しなければいけないと、考えておりますので、まず今年日本人墓地のですね、植林活動をいたします。約100本の植林をいたします。これは今後も継続していく予定です。その他にも経済的に苦しい学生たちの、基金および奨学金などの団体も作っていければと、思っております。これらのメインのビジネスを見つつ、その他にも新たなビジネスチャンスがあれば、どんどん新しいことにも挑戦し、ますます、モンゴルおよび会社の発展に努めていきたいと思っております。弊社ではモンゴルの情報があまりにも少ないという日本のお客様のアドバイスがありましたので、定期的に、モンゴルツアーを開催いたします。モンゴルに来ていただき、モンゴルを肌で感じ、情報交換をし、また皆さんのビジネスにつながれば幸せなことだと思っております。皆さん、モンゴルにお越しの際は、観光でもビジネスでも投資でもですね、弊社に一つお声掛けいただければ、弊社が全面サポートいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうですか、何時に住んでるか、お話ししたいと思うんです。1日に日本の税制はもうこれからどんどん厳しくなっていきますから、うん、相対的な価値が中産価値がなければ、キャピタルゲイン税なし。マニシみたいな。はい、まさきさんの会社のビデオを見せていただいたわけなんですけど、モンゴル政府の今後のこのプロジェクトって、その今ビデオで見たように道路とか住宅供給とか、やっぱなんかすごいんですね。そうですね、モンゴルは、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、資源が
あの豊富にありまして、で、まあ、あの、まあ、皆さん知っているところではタバントルゴイっていう 石炭の鉱山がありますね。こちらの方は、まあ、石炭の埋蔵量で、まあ、世界の3本の指に入る世界3本の指、と言われています。まだ全容が解明できてないぐらいの、 あの埋蔵量があってですね、まあ、中国 の、 その1年間の、使用量で、だいたい約50年分ぐらいの、使用量があると。で、まあ、鉱山の寿命という観点で見るとだいたい200年オーバー の、 あの鉱山の寿命があると言われています。でその他にも、あの、まあ、お湯トルゴイっていう、あ、お湯トルゴイって聞いたことありますね。お湯トルゴイ、はい、お湯トルゴイ、こちらは、金と、金鉱山でしたっけ。金と銅ですね。うーん、でこちらの銅山の方も、実は今まで、6000ちょっと待ってください、60億ドル、60億ドルの投資が入ってます。まあ、当然鉱山掘る前に、当然キャンプの設営ですとか、いろんな設備の、投資がありますんで、60億ドルの、設備投資が今まで数年間で入っております。結構なんか欧米の資源メジャーがなんかモンゴルに投資してるっていう話も聞いたんですけどね。そうですね、このオユトルゴに関しては、まあ、モンゴル政府が30数パーセントの権益があって、残りの60数パーセントは、アイバンホーっていうカナダの、アイバンホー、はい、あの資源会社が持ってたんですけども、まあ、その資源メジャーのリオティントですね、こちらの方が アイバンホーの過半数の株を持つことによって、まあ、実質 リオティントの権益になってますが、でこれがですね、まあ、2013年から来年ですね、まあ、いよいよ輸出が始まると。でこの60億ドルの投資に対して、まあ、どれぐらいのリターンがあるかっていうことだと思うんですけど、だいたい年間30億ドルの利益を出すと。じゃあもう2年で元取れちゃうみたいな、はい、そうですねと言われています。でこの30億ドルっていうその利益が、まあ、どれだけすごいかというと、実はモンゴルの GDP が84億ドルしかないんですね。じゃあモンゴルの GDP のもう3分の1以上はその鉱山だけで稼いじゃうと。稼いじゃうと、はい、すごい規模ですね。そうなんですよ。ただ、まあ、モンゴル政府は30数パーセントの権益ですから、まあ、その30億ドルのまた3分の1ってことになりますけど、まあ、それでも、1000億ドルぐらいの、経済効果があると思うんですね。まあ、1000億ドルって言っても、まあ、日本だと、それほど大きな額ではないですけど、まあ、モンゴルは人口が280万人しかいませんので、それをその1000億ドルで割るとですね、一人当たりの、なるほどね、あの金額がものすごいものになるんですね。だからものすごいその一人当たりの GDP がここ数年でググッと伸びる、そういった可能性すごい高いってことですよね。だから人口少ないっていうのがある意味その強みなんですかね。じゃあそうなんですね。ある別の統計ではモンゴル、あのウランバートルという首都ですね、首都には110万人いると言われてますけど、まあ、モンゴル の、 その資源の、価値、価値をですね、その100万人で割ると1人1億円の1億円持つことが できると。それあれ似てるな、中東のカタールって国あるじゃないですか、はい、カタール今ね世界1位なんですよ、1人当たり GDP が、はい、でここ数年で一気にガーってきたんですよね、はい、あそこ天然ガスなんですよ。天然ガスが世界2位とか3位ぐらいだけど、国の人口200万人しかいないんですよ。200万人。だから1人当たりがものすごいぐーっと豊かになっちゃって、今ルクセンブルクを抜いて世界第一の1人当たり GDP の国になっちゃったんですよね。なるほど。カタールはなんかモンゴルもだからそういうようなのとちょっと今似てるなって思って、すごい、まあ、数字も多分似てると思いますし、ね、その GDP 人口も200万人ぐらいでしたっけ、はい、人口も200万人ぐらいでしたっけ。280万人か、はい、で、まあ、まあ、国は大きいですけど、まあ、人口的に見ると、まあ、非常に近いですね。言い換えると一人当たりの資源保有額、保有率みたいな、保有額みたいな感じですよ ね、 すね、はい、
モンゴルの資源ってその今言った石炭と金と銅と他にどういうのがあるんですか、桜井さん。レアアース、うん、あとはあの鉄鉱石、もありますし、ベースメタルっていうやつですね。そうですね、うん、その他に最近発見されたところではオイル、あ、石油も、石油も発見されてます。うーん、今現在そのモンゴルの使ってる消費量の石油の9割以上はロシアから輸入してるんですけど、うん、その今見つかったオイルがですね、しっかり開発されて、精錬されると、まあ、モンゴル自国のオイルは十分確保できるというような、うん、まあ、それほど大きなものではないですけど、それモンゴルのどのあたりにあるんですか、国の。オイルはですね、確かちょっと東の方になると思います。東の方、はい、じゃあ割とこの日本に近い方。そうですね、そうですね、はい、ただ輸出するまではないかと記憶してますけど、それいつ頃から生産される予定なんですか。今ですね、まあ、見つかったという段階だと聞いてます。ですから、じゃあまあ3年4年ぐらい。そうですね、そこにもやはり外資の、技術力とか資金力のある外資の助けが必要になってくると思いますね。ですから、まあ、日本の商社さんとか、まあ、当然情報を掴んでると思いますので、そういう案件になってくるんじゃないかなと。そうなるといいですけどね。はい、桜井さん、なんか今なんか言おうとしなかった。モリブデン、あのレアメタルの一種ですよね、モリブデンって。でもウランの話だと反対の声も出てますよね。反対の声、はい、そのなんだっけ、核兵器を作るんじゃないとか、核兵器じゃないですけど原子力、なんか日本のその原発事故があった後に、うん、実はその核廃棄物をモンゴルに持って行って、埋めるとか、そういう話が一度報道が出たことがあって、まあ、モンゴルですごい、まあ、大反対運動が、まあ、それは反対しますよね、当然あったんですよね。ですからその見返りは、まあ、日本にそのウランを、輸出すると、輸出して代わりに廃棄物を受け入れるというような話だったようですけども、まあ、反対があってそれは進んでないと思いますけど。じゃあそういう、まあ、石炭、金とか、まあ、銅とか、まあ、他いろいろレアメタルで、今度石油も見つかったと、はい、で、まあ、とにかく資源でものすごい、それがもうエンジンとなって経済成長しているっていう話ですよね。そうですね、その結局一人当たりに換算するとすごい額になるわけですね。それを国民一人一人にその、まあ、配布するわけにはいかないので、まあ、政府は その資金をどうするかというのが今やっぱり国民の関心があるところで、まあ、モンゴルのこれ今後の成長を左右するのはやはり政治家の今の考え方が非常に大きいと思うんですね。で、今実は確かもう終わったのかあれでしたけど、国民一人一人に政府はねお金を出してたんですね。株じゃなくて現金を配ってた。現金を毎月配ってたんですね。まあ、そんな大きな金額じゃないですけど、そういうこともしてました。あとは、そのタバントルコイっていう、世界的な鉱山がですね、来年ぐらいに、まあ、ロンドンですとか香港ですとかに上場すると、話がありますので、その上場する、まあ、未公開株ですよね。それを国民一人一人に配ったんですね。随分なんかもう羨ましい、あれですね、配ったんですよ。あげたんです。気前のいい政府だな、いいな、はい、うん、で結局政府が、そのタバントルゴイの株を国民一人一人、赤ちゃんからですよ、おじいさんおばあさんまで全員ですね、で配ったんですけど、そういうことするとですね、まあ、政府はそのタバントルコの株は絶対下げられないわけです。まあ、それはそうですよね、はい、
そういうことからも当然、まあ、ロンドンか香港かわからないですけど、まあ、株をに興味のある方は、まあ、そちらのニュースにも興味を持っていただけると、そういう背景があるので、まあ、購入したりするのも面白いんじゃないかなとは思いますね。あ、はい、あ、そうだ、これそういえば前多分正木さんから聞いたと思うんですけど、そのモンゴル政府がそういうことをやってる、まあ、もう一つの理由として、その株式市場を活性化させたいと、はい、で国民がそのまあ株とかやったことないもんだから、はい、その今言ったその成長する企業のその鉱山の会社の株を国民全員にこうやって配って、でその株が上がるよ、だから株式投資って面白いでしょみたいなことを理解させるための一つの作戦でもあるっていう話をしてましたよね。そうですね、まあ、当然配ってるわけですから、うん、株の価値は下げるとですね、また国民からまたいろんな反発やあれがありますので、この価値の下がるものを配って何なんだうちの政府は、そうですね、って考えますからね。株なんてわけのわからないものを配ってですね、下がったじゃないかということになりかねないので、まあ、上げる政策をまあしてくるとは思うんですけど、結局その株式市場も、まあ2010年はまあ、モンゴルストックエクスチェンジのインデックスですね、インデックスが、まあ、トップ20の会社で作られてるんですけど、まあ、2010年が 130% アップして、まあ、世界一になりましたね。あ、世界一、はい、上昇率が、そうですね、で2011年、が、確か 36% ぐらい、あ 46% ぐらいですね、まあ、これも世界のトップ5ぐらいになりまして、実は今年2012年は 24% ぐらい下がってるんですね。まあ、これにはいくつか理由があります。で、まあ、大きく2つあると思うんですけど、1つはまあ、モンゴルストックエクスチェンジが今まで、まあ、その証券会社で口座を開いて、まあ、証券会社に入金をして、買ったり売ったりできたんですけど、今銀行口座も開かなきゃならないと、両方開かなきゃいけない、はい、まあ、そういうシステムに変更になったんですけど、まあ、その理由としてはロンドンストックエクスチェンジが、そのモンゴル証券取引所のアドバイザーになったんですね、ということで透明性を高めると、でシステムをロンドンと一緒にすると、いうようなことで、そのあたりがシステムが改正になりました。で非常に今まで簡単にできてたものがちょっと面倒くさくなったんですね。まあ、それも、まあ、そのことによってその売買高がちょっと下がってきてるんですね。あ、実際何銘柄ぐらい上場されてるんですか。300数十社。で実は活発に取引されているのは本当に30社ぐらいしかなくて、残りの300社以上の会社は、まあ、社会主義時代からですね、資本主義に変わって、まあ、その国営企業がですね、モンゴル人の、まあ、有力者かちょっとわからないですけど、配られたというか、そうなった時に結局 IR の知識もなく、会社経営の知識もなく、情報公開の知識も必要性もわからない人たちが会社をもらっちゃったということで、まあ、事業もしてないような会社とかがいきなり上場企業になってしまったっていうのがあってですね、あと家族で、株を持ち合って、その株式の本当に 20% ぐらいしか上場している流動性のある株がないというような状態もあって、まあ、それが一つですね、その株が下がっている原因。で二つ目は、選挙が今年選挙の年で、4年に一度の選挙の年があってですね、まあ、国会議員、地方議員、まあ、大統領、首相ですね、全員変わりました。政権交代があってですね、まあ、今まで4年間、まあ、例えば日本で例えると今まで民主党が政権取ったわけですね、でそれが選挙で自民党になってしまったと、でそうなってくると、まあ、今まで民主党のその人事、官僚から事務次官からですね、市長、
議員がですね、うん、結局自民党が政権になったので、うん、それらすべて役所の中がですね、うん、人員配置、うん、その自民党の息のかかっている人たちがですね、うん、変えなきゃならないということで、うん、いろんなその今年モンゴルの全体の、システムがですね、うん、一時スローダウンしたんですね。あ、もう結構いろんなもうセールとかそういうのがもう一気に大きく変わっちゃったから、はい、うん、ですからいろんな申請を役所に出してもちょっと待ってちょっと待ってっていうような状態になって、まあ、自分の党の、うん、息のかかった人たちに人事配置するまでちょっと待ってくれっていうような形で、うん、まあ、経済が少しスローダウン し、うん、したと、うん、まあ、それと株式の取引がちょっとややこしくなったっていう2つの要因があると僕は思います。さっき言った活発に、まあ、取引されているのが30社ぐらいっていう話だったんですけど、その30社っていうのはやっぱり資源系の会社ですかね。トップ20の、インデックスを形成しているトップ20の会社のうち、半分は、鉱山関係の会社です。半分は鉱山関係ですから金山、銅、石炭、鉄鉱石関係の、時価総額トップ20のうちのトップ10ぐらいは鉱山関係の会社になってます。まあ、それは日本とかとは全く全然違う構成になってますね。はい、じゃあ例えばそのモンゴルの資源の、ビジネスにあやかりたいと思ったらそういう企業の株を買うっていうのも一つやり方としてはありですね。そうですね、一番分かりやすい例としては、うん、例えば石炭の会社ありますね、うん、石炭はいつ使えますか。石炭はいつ使う、はい、1年のうちで、1年のうちで、どうだろう、火力発電とかって言ったら 1年中使うんじゃないの、うん、もっと大きな要因は、もっと大きな要因、もっと大きな要因、いつの季節に使えますか。冬。そうですね、うん、そうすると冬石炭の会社の株が上がるんですね。あ、そんな単純なんだ。うん、そう単純ではないんですけど、うん、そういう傾向があります。あとはその旅行会社もトップ20の中に旅行会社ですとかホテルも入ってますけど、まあ、夏、まあ、30度近くになって、冬マイナス40度近くになりますから、やはり夏のその70度ですからね、温度そうですね、今の時期とかマイナス40度ぐらいあります。実は3日前に、まあ、モンゴルの、銀行の方とちょっと話をしたら、うん、マイナス36度でしたね。マイナス36度、マイナス36度3日前で、これまさにもうバナナで氷が、あ、バナナで釘が打てますよね。釘が打てるそのような状態。遊牧民出身の桜井さんはやっぱりそのマイナス40度とかもう全然へっちゃらですか。日本に来て、まあ、10年になってるんで、うん、ちょっとあまり想像できないかもしれないですけど、昔は平気だったんですけど、今日本でも寒いです。今今日でも寒いよね。そのじゃあ話戻りますけど、そのやっぱそんだけ、まあ、資源の、まあ、恩恵を受けているモンゴルっていう国で、さっき正木さんのビデオ出てきましたけど MUDI っていう看板出てるじゃないですか、モンゴルの都市開発公社で、そのあたりのモンゴルの、なぜモンゴルが今ものすごい住宅供給ラッシュなのか、建設ラッシュなのか、そのあたりの解説をちょっとお願いしますよ。そうですね、いろいろこれも理由はあります。まあ、モンゴルは先ほどイメージはゲルテントですよね、はい、民族テント丸いテントですね、うん、と言いましたけど、今例えばウランバートルで例えると110万人いると言われてます、うん、まあ、そのうちそのアパートに住んでるのが50万人ぐらいで、うん、残りの6割の人がいまだゲルに住んでるんですね。テント住まいですね、はい、うん、そのゲルはですね、まあ、どのような生活かというと、当然水がない、水道がないですね、うん、インフラがないです、うん、ですからシャワーも入れないし、うん、お湯も出ないし、うん、トイレもないと、うん、いうような状態になってますので、うん、皆さんこの経済成長してきてですね、うん、給料が上がって、来ると当然家が欲しいわけです、うん、家に入ると温かいお湯が出てですね、うん、まあ、トイレもシャワーもついてると、もうそれはもう天国と地獄なわけです。ですよね。でしかもなんか冬は今言ったマイナス40度、はい、マイナス40度の中で
テント住まいって言ったら、でも相当寒いですよね。まあ、それなりの防寒はありますよね。あります、あります、ちゃんとしてます。うん、ちょっとじゃあこの辺りで一旦お知らせを挟んで、後半でまたその後の詳しいお話いきましょう。一旦コマーシャルです。シンガポール航空です。シンガポール航空です。はい、まさきけんたのモンゴルナウです。引き続き、はい、ありがとうございます。引き続き話し進めていきましょう。はい、ありがとうございます。けんたコールがお店の中で飛び交ってますけれども、ありがとうございます。ちょっとモンゴル人の生活のお話さっきしてたんですけど、ちょっとその話進めていきましょう。はい、テント住まいのモンゴル人、はい、まあ、どういうことになってるか。はい、うん、まあ、大体人口の6割ぐらいが、うんうん、まあ、そういうインフラの全くない、ゲルに住んでますので、まあ、給料上がってきて、まあ、自分の家が欲しいわけですね。うん、でところが、まあ、日本の、あ、ちょっといいですか。そのテント住まいのモンゴル人が給料が上がってきてっていうのは、はい、テントに住んでるけど都市部に通勤してるんですか。そうですね、基本的にはそうです。うん、はい、ですからゲルから市役所に勤めに行ったり、まあ、そういう方も当然公務員の方もいるかと思いますし、学生ですね、あとは地方から来ている方はやっぱりゲルに住んで、まあ、市内の方に仕事に行くという生活スタイルになっていると思います。じゃあもう本当遊牧民という仕事ではなく、ちゃんとその会社勤めみたいな人がやっぱりたくさんいるわけですか。田舎の方に行きますと、まあ、現役の遊牧民の方はいっぱいいますけど、都市部にいるゲルの人たちは、うん、まあ、ほとんど家畜もいなく、普通に仕事してますね。はい、その遊牧民出身の桜井さんとしては、はい、どうですか。その遊牧民が減ってるってことはちょっと悲しかったりします。そうですね、モンゴルに行った時はやっぱり都会が憧れて都会に行きたいなと思ってたんですけど、でも今日本にいるから逆に自分の文化、昔ながらの文化が残ってほしいっていうのはありますね。あ、だからといってずっとゲルに住むわけにもいかないしね。あ、寒いし、やっぱりマンションの方がシャワーもあるし、あ、ですよね。はい、一年中暖かいし電気もあるから。あ、はい、桜井さん の高校までの生活スタイルを聞くとより実感湧くと思いますよ。あ、もう本当に、はい、もうゲル住まいですか。はい、そうですね、ずっとゲルに住んでて。水とかどうしてたんでしたっけ。水はだいたい、そうだね、7、8キロぐらいのところまで馬車で、汲みに行って、で川を持ってきた水はやっぱり遠いから井戸水なんですよ。井戸も下が深くて、だからそれ取ってきて家で使う場合は、例えば毎日川を洗ったりする時も一家10人とかに行ったら、みんな同じバケツの中でその水で川を洗うんですよ。水をこう、さらにその一番最初使った人がやっぱり綺麗なんですけど、一番最後になるとすごい色々がつきます。みんなで使うんですね、そういうの。はい、でもそれはまだ捨てないで他のところに使います。例えば泥を塗ったりするときにそれを水を使ったり。ある意味あれですよね、今日本人に忘れかけてるもの、日本人が忘れかけてるもの、そのものの大切さみたいなものをね、感じますよね。そうですね、確かに、うん、日本の田舎行くとまだそういうものはありますけど。あ、はい、あ、いや、今の話はないですけど、物を大切に、はい、物を大切にね、うん、でその、まあ、ゲルに住んでる人たちが、まあ、だんだんこの
都心のマンションとかアパート住まいに、まあ、なってるっていう。そうですね、ここで日本の場合を考えると、うん、あの東京都が発注をしてですね、国の税金で建物を安く建てる、で安い家賃で貸す、あとは市営住宅ですとか、そういう制度が日本はありますけど、モンゴルはないので、じゃあ民間が作らなければいけない。そしたら結構高いですよね、値段も。そうですね、民間もですね、やはり何かの優遇策がないと、やはり自己資金だけで、それらの50万人以上のですね、建物を建てるというのは非常に厳しい話ですので、政府からそこで優遇策が出ています。まあ、具体的には、まあ、政府は5年間で、まあ、10万戸のマンションを、作ってくださいと、まあ、民間の業者にお願いしてるんですけど、まあ、その代わり、今普通常の住宅ローンですと、だいたい年間20数パーセントの金利のを返済しなきゃならないですよね。モンゴルだって金利が高いですもんね。はい、そんな金利負担できないですよね。ところが、その政府 その10万戸計画というのにですね、まあ、申請して、まあ、受理されると、実は住宅ローンが 6% に、買う人はですね、優遇されるんですね。で、その 6% と20数パーセントの、間をですね、政府が民間のデベロッパーとか民間の銀行ですね、銀行に補助をすると。それがいわゆるあれか、そのモンゴル都市開発省がやってる10万世帯住宅供給政策っていう。そうですね、10万戸計画と、まあ、俗には言われてますけど、ですから、まあ、需要はあると。で、供給が少ない。あとはもうモンゴルはすごい土地が広いというイメージはありますけども、まあ、マイナス30度以下の冬のあれになりますので、ヒーターがですね、まあ、火力発電所でお湯を沸かして、まあ、各家庭に、配送というんですか、温水が、温水を流してるんですね。ですから、そのインフラの来ている、エリアがですね、非常に小さいんです。半径3キロって言ってましたっけ。東西に8キロぐらいで、8キロぐらい、南北に2キロぐらいしかないんですね。で、そこのウランバートルの市内のその今言った小さなエリアが、はい、そのなんかセントラルヒーティングとか温水とかブロードバンドとか、そういうのがなんか先進国並みにそうですねインフラが揃ってるっていうお話でしたよね。非常にモンゴル僕初めて行った時もびっくりしたんですけど、まあ、インターネットも普通につながれますし、だって66ライブのね、正木健太のモンゴルのやった時も、はい、なんか普通にインターネットががっつりつながってスカイプも綺麗に映ってましたもんね。そうですね、まあ、停電は時々あるんですけども。停電はありましたけどね。あるんですけど、ただそこでもう一つ要因としては、そのウランバートルに今4つほど火力発電所があります。でそれはすべて30年以上、地区立っていて、まあ、それがすべて電気ですとか、暖房の燃料を供給してるんですけど、その容量がいっぱいいっぱいになってます。今もう電力もちょっと足りない、はい、あ、そうなんだ。ということは、政府を建てろ建てろとは言いつつも、なかなかそのインフラの電力が足りないということで、あまり計画通り進んでいないと。今第5発電所の、計画が日本の ODA で、計画されてますけど、それもやはり完成するのは3年から4年先になるので、例えば、まあ、簡単な数字で言うと、欲しい人が住宅欲しい人が10人いると供給は7戸ぐらいしかないんですね。ですから供給が足りてないんだ。供給が全く足りてないんですね。じゃあ変な話、まあ、正木さんのとこはウランバートルにマンションを作ってると思うんですけど、はい、マンション作ればもう売れるって感じですか、すぐ。まあ、そう簡単ではないですけど、やはり、まあ、それに近いものあります。ですよね、はい。まあ、10人が欲しいって言ってて、そのうち7人分しか供給できてないってなったら、ね、ですから当然少ない物件を欲しい人が取り合いになりますから、値段も上がるわけです。でしかもそのさっき言ったその建てられるエリアが限られてるわけでしょ。そうなんです。そのウランバートル市内の中でもその中心部の全てインフラが整ったところに住みなさいっつって、はい、モンゴル政府が言ってるわけですよね。そうですね。
ってことはもうその狭いエリアの中に建てられるマンションの数って言ったらもうまた限られるんです。限られてますよね。限られるんです。だモンゴルってすっごいでっかい広いイメージあるじゃないですか、はい、土地がたくさんあってなんてイメージあるけど、どこでも建てられるんじゃないかと。でも確かにどこでも人が住めるわけじゃないですもんね。わけではないですね。土地は広かろうども、建てれるところは少ない。人間が住める場所って言ったらね、まあ、インフラが足りていないという状況があって、まあ、そのうちに皆さんはどんどん給料上がってどんどん欲しい人が増えていくと、そうすると供給が追いつかないっていうそのミスマッチがですね、今後数年間僕は続くと思ってます。今何人ぐらいがまだその中心部の外の方でテントゲルズ前なんですか。110万人の約6割ですから、50万人から60万人ぐらいの人たちがゲルに住んでると言われています。まだ半分以上が外に住んでるんだ。半分以上はゲルですね。ゲルに住んでるんだ。はい、それはどこの地方都市も同じで、地方都市に行けば行くほどゲルの割合が多くなっています、はい、でゲルに住んでる人っていうのは冬はどうやってそのマイナス40度をしのいでるんですか。冬はそうですね、あったかい、その普通のテントにあったかいフェルト、冬用のフェルトをさらにもう1枚巻いたり、あと服とかも全部革製品とか、ストーブとかは、ストーブは石炭ストーブです。あ、石炭ストーブ、石炭ストーブです、はい、石炭ストーブをゲルの真ん中で煙突を上に出してもうガンガン燃やすわけですね。あんま良くないですよね、それね。大気汚染とか、そうですね、一酸化炭素中毒とか、まあ、それが一番問題になってますね、で場合によっちゃゲル燃えちゃったなんていうのもあるじゃないですか。あるでしょうね。あるんじゃない、それは僕はちょっと分からないですね。あると思います。まあでもあれか、モンゴル政府はまあそういうのを社会問題としてやっぱ考えてるから、もうどんどんマンションに住みなさいみたいなところもあるんですかね。そうですね、まあ60万人が一斉にこう石炭ストーブを焚くと、ウランバートル中がこうスモックに覆われたような状態に。前正木さんのセミナーで写真見せてもらいましたよね。そうですね、夏のウランバートルの空の色と冬のウランバートルの空の色って全然違うんですよね、はい、冬は石炭ストーブ焚くからもう大気汚染がひどいっていう、ね、はい、そうすると特に影響が考えられているのがやっぱ生まれたばっかりの子供たち。まあ、当然、皆さん最近の方は生まれたらやっぱり田舎の方に空気のきれいなところに何ヶ月か行くというような生活スタイルになってきているようですね。ですから政府はやはりその健康被害ですとか自然環境破壊などをやはり、大地を愛する国民ですから、まあ、そういう公害をですね、減らすためにもアパートに移ってくださいと。まあ、そのために民間業者はなるべく安い、アパートを供給してくださいというような形になってますね。あれじゃないですか、正木さんとこもともと北海道で建設会社されてるじゃないですか。北海道も寒いですよね。そういう寒いとこで、まあ、こういうアパートとかマンションを作ってきた、やっぱりそういった独自のノウハウとかきっとお持ちでしょうから、モンゴルもね同じように寒いし。そうですね、私も北海道が地盤ですけども、まあ、北海道もマイナス20度ぐらいでも外で普通に建築してますから、まあ、マイナス30度と言われても、まあ、想像はつきます。想像つく北海道の人に関してはですね。ですから、その寒さということに関して恐怖感は全くないですし、そこで逆にやれるっていうその強みは、まあ、おそらくその九州とかですね、関西の業者さんにはない強みはあると思います。あとやっぱりその寒冷地仕様の建物って言ったら、やっぱり普通の建物とはまた違うね、やっぱ独自のノウハウとかもあるでしょうから。そうですね、やっぱり断熱が一番の問題ですので、やはりマイナス30度40度になるとですね、下手な建物を作ると死んじゃいますから。ですよね命に関わるので。はい、マイナス30度でも作るんですか、北海道は。建物、北海道はマイナス30度でも仕事はします。本当ですか。雪2メーター降ってもしますから。モンゴル冬になると大体止まっちゃいますね、うん、そうですね、固定観念、もう冬はやれないっていう固定観念がありますね、モンゴルの方たちは。まあ、僕ら北海道の人はやろうと思えばやれるのにっていう気持ちはあります。ああ、もう根性ですね、そこまでいくとね。そうですね根性、まあ、着るもの着ればあったかいし、動けばあったかくなるし、仕事やろうと思えばできると思いますけど、今そこまでの体制が、まあ、整ってはいないですけども、まあ、ゆくゆくはやっぱりその3月から、
雪の降る11月ぐらいで建築がストップしてしまうので、そうすると1年間せっかくあるのに、まあ、6ヶ月から8ヶ月ぐらいしか仕事できないんですね。それやっぱり1年間トータルでやるそのノウハウですとか、技術を持っていくことによって、やっぱりモンゴル経済はまだまだ伸びる可能性があると思いますね。はい、あとはその、まあ、正木さんのところ以外だとどこの国 の、 そのゼネコンとかがモンゴルでマンションを作ってるんですか？やはり中国韓国。あ、中国韓国、はい、彼らやはり資金力機動力ありますから、バッと来てバッと大何百個の大規模マンションを建ててですね、まあ、距離も近いですしね。そうですね。で実は建材がほとんど中国産なんですね。でちょっと高級になると韓国産で、高級物件になるとヨーロッパ産みたいな、建材を使うようになってますね。はい、まあ、あと最初の話戻るんですけど、やっぱり資源がものすごく豊富じゃないですか、はい、資源のあるところにやっぱり中国は進出しますからね。そうですね、中国と韓国はもう何年前から入ってますよね。日本は一番遅いじゃないですか。そうですね、日本人は今400人弱しかいないと言われてます、モンゴルに。400ですか。中国人大体統計では1万人以上いるんで、多分それに計算されないのも持っていると思います。不法ですか？まあそういうルートで、韓国人も4000人いると言われてますから。そんないるんですか？10倍ですね、日本人の10倍。日本人の10倍ですから、街中歩いてると韓国語とか中国語とかって分からないですね。分からない、見た目ちょっと分からないですね。あ、中国人、モンゴルにいる中国人の方は結構自分が中国人というのを隠しながら、隠すというかおとなしくしてるようですね。なんでだろう、それは。仲悪いですか、中国とモンゴルって？そうですね、モンゴル、中国人が中国の業者とかモンゴルに入って、でその例えば鉱山開発にしても、そこを権利をもらって、今まで、仕事をしてたモンゴル現地の人を全部帰らせて中国人に入れちゃうんです。だから、モンゴル人がだんだん中国人を嫌いになってて、今モンゴルでそういうダイアルモンゴルっていう、そういうナシスみたいな、そういう団体があるんです、それが中国政治団体みたいな感じかな。一応政治じゃないけど、みんな何て言えばいいんですよ、だから中国人を見たら投げたりとか、打ったりとか、そういう団体があるんですよね。ダイアルっていうのは英語で言うとオールっていう、ダイアルモンゴルっていうのはオールモンゴリアっていう。あと先ほどカタールの話が出ましたけど、まあ、資源に関して言うと、マーク・ファーバーっていうスイスの有名なマーク・ファーバーが、はい、モンゴルはその中央アジアのサウジアラビアになると。やはりそのおそらくカタールですとか、その資源がいっぱいあって、まあ、人口が少ないっていうようなことを、まあ、表した言葉だと思います。あとですね、興味深いのはフィナンシャルタイムズ、はい、イギリスの、まあ、中国にとってのモンゴルはアメリカにとってのカナダと、カナダと一緒だと。あ、ですから、その例えはなんかちょっと分かりやすいですね、イメージが湧きやすいですね、はい。まあ、南にその大国があって、まあ、北に資源豊富な国があってですね、まあ、非常に輸送費ですとか、そういうコスト面も、非常に楽に輸送できると。中国への資源供給基地みたいな感じですね。そうですね、アメリカにとってカナダが資源供給基地であるように、はい、そのように例えてるのも非常に分かりやすいと思いますね。はい、だからモンゴル今すごい危機感があって、脱中国脱ロシアというのを考えて、だからいろんなドイツとか日本とかアメリカ、いろんな国を全部入れようっていう計画をしてますね。あれ、国境線ってね、ロシアと中国だけでしたっけ？だけです。モンゴルってだけですよね。だけですね。ええ、ですからアメリカ軍がですね、時々訓練してるんですね、モンゴルで。これはロシアと中国にとっては由々しく事態ですよね。でしょうね。ただモンゴルとしてはロシアと中国だけと付き合ってても、どちらもやはり手強い相手ですから、やはり仲のいい第三の隣国を
まあ、日本や韓国、アメリカ、ドイツなどに求めている、うんうん、多分モンゴルとしてはロシアとか中国のやっぱコントロール下からやっぱ外れたいっていうのはあると思いますよ。外れたいんですね、うん、ただどうしても偏りすぎちゃいますもんね。そうですね、国境線がやっぱそれしかないっていうのはね、はい、うん、まあ、それはモンゴルにとってのリスクになると思います、うん、はい。まあ、実際あのモンゴルの第一輸入国、第一輸出国としては中国になりますよね。そうですよね、ほぼ 90% 以上が中国に輸出してます。実際やっぱそのじゃあ資源とかたくさん取れるけど、ええ、やっぱりその現実その資源を輸出する際にロシアとか中国とかにだいぶやっぱりその影響を受けちゃう、コントロールされちゃうっていうのはやっぱあるんですかね。ありますあります。海ないですもんね。海がないんですね。港ないですもんね、はい、ですからモンゴル の、 やはり新しい大統領ですとか外務省なんかはですね、本当によく外国に行ってます。よく行ってますね。スウェーデンですとか北欧なんかも仲がいいんですけど、あと興味深いのは北朝鮮。北朝鮮と割とあれですか、親交深いですかモンゴルは。仲いいですね。で、まあ、朝青龍が北朝鮮に行ったなんかですね、ニュースもありましたけど、昔からまあ関係が深かったようで、うん、今でも友好の関係ですので、うん、北朝鮮の労働者が毎年何人かわからないですけど、うん、まあ、何十人何百人単位でモンゴルに来て仕事してますね、うん、はい、それぐらい仲がいいと、うん、それはまた別の面白い可能性があるかもしれませんね。そうですね、はい。そのちょっと話戻るんですけど、さっきのウランバートルのその狭いエリアの住宅供給、はい、これ正木さんの予測としてはあと何年ぐらいは続くような感じですかね。確実なところは言えないですけども、僕の肌感覚としてはやはり3年は大丈夫だと思います。で5年もおそらく大丈夫でしょうと、まあ、上がるでしょうと、というのは、まあ、その根拠としてはですね、やはりまだ地元の人が買える値段設定になっています。地元のそのモンゴル人が、ですからこれが地元の人が買えないような値段まで上がってしまうと、これは実体経済に合わなくなってくるので、いわゆるバブルってことになりますよね、の前兆とかですね、そういう可能性はあると思いますが、今現在外国人の不動産投資家っていうのはほとんど入ってきてません。まあ、マーケットが小さいっていうのもあるんですけど、ですから今実需が供給を上回っている状態ですので、値段がですね、庶民が手が届かなくなるような値段になるまでは、おそらく5年はまだまだ大丈夫だと思いますので、政府がまずそんな高くなることを許さないと思いますので、そうですよね、不動産に関してはだってね、利子とか補給してる意味なくなっちゃいますもんね。そうですね、回収できなくなっちゃいますし、そうすると建てる業者がいなくなっちゃいますから、実際のところ1年間で何万戸ぐらい供給できてるんですか。正確な数字はですね、モンゴル統計がですね、非常にまだ、はっきりしてないところがあるんですけど、まあ、1万戸2012年から実際計画が始まりましたんで、まあ、今年から、はい、うん、ですから申請は1万戸以上出たとは聞いています。はい、1年間でまあ1万戸出したとして、でモンゴル政府が目指しているのは10万世帯供給計画じゃないですか。5年ですね、5年で10万戸。あ、5年で10万戸、じゃあ、まあ、まだやっぱ供給足りてない。足りてないんですね。供給する予定の2分の1しかまだ今年は供給できてなかったってことですか。そうですね、1年間2万戸で5年間で10万ですもんね、はい、そうですね、はい、したらその1年間で2万出すべきところが今年は1万戸しか供給できなかった、はい、あ、そういう状況なんですね、そのようになってますね、はい、どうですか実際正木さんのところは何個ぐらい供給、うちの方はですね、今計画しているのは4年間で700個の計画を立ててます。まあ、それはすべてその10万個計画に入るような、計画を、まあ、しっかり申請をして、受理していただけるような、計画を練っています。でまさに実は今年の10月から2棟着工しています。はい、で実際やっぱそれを見て日本人も買うこともできるんですよね。日本人買うことはもちろんできます。で買った物件を
モンゴル人に売ってもいいですけど、貸すこともできるんですか？貸すこともできますね。その賃貸の需要っていうのはどうなんですか？モンゴル人は今家を買いたいと思ってるのか、それとも賃貸でもいいって思ってるのか。今はまあ、日本の多分30年前40年前のことを考えると、うん、アパートというものはほとんどなくて、うん、新築物件を買っていくような状態ですから、うん、今のモンゴルもそれに近いものがあります、うん、ただやはりそれでも買えない方は、うん、賃貸っていう選択もあると思いますので、はい、一刻も早くゲルから出たいという方はお金買うお金はないけど、とりあえず買えるかと、毎月だったらなんとか頑張って払うというような方もいますんで、 あと中には何個か複数持ってですね、貸して家賃収入を得ている方も出てきてますね。はい、あと正木さんから聞いて面白いなと思ったのが、日本みたいにその 4LDK とか 3LDK とかじゃなくて、なんかスタジオタイプが多いんですって。なんかそうですね、やはりスタジオタイプ、まあ、ワンルームですけど、大きいワンルーム、基本的に、まあ、ゲルはですね30平米ぐらいなんですね。でワンルームですと大体30平米ぐらいでうちは設定してます。ですから基本的にそこに、まあ、5人とか7人とかゲルで1家族で、1つの家族で30平米ぐらいのゲルに、もともと1部屋で住んでたわけだから、住んでるわけですから、それをそっくりそのまま引っ越すとしたら、まあ、やっぱり部屋が分かれてるよりは、はい、ゲルと同じような作りになってる大きなスタジオタイプの方が、はい、まあ、馴染みがあるで、まずそこで、まあ、それでも絶対狭く感じると思うので、まあ、第2、第3で、買うときに、まあ、2LDK、3LDK、 あと若い夫婦が独立したときに、またスタジオ買うというような流れになってくると思う。それは第2段階、第3段階になってくると思います。一番最初はやはりゲルから脱出するには、その小さいスタジオタイプで値段を抑えて、そこが一番ボリュームゾーンありますから。やっぱスタジオタイプだと結局ね、廊下もいらないし、間仕切りもドアもいらないから、やっぱ建設コストもだいぶ安く、そうですね、水回りはいっぱいできますので、まあ、その分コストアップしますけど、作る方としては簡単ですね。みんな同じものですから。はい、でまあ、そういったマンションとか日本人も投資することが、まあ、できるんですけど、はい、ちょっとそれを見に行きましょうってことで、そうですね、今度やるんですよね。はい、1月のこちらですね、モンゴル経済視察ツアー、これ正木さんとワールドインベスターズ TV の初のコラボレーションツアーですね、はい、よろしくお願いします。 HIS さんに再興していただくツアーです。来年1月21日から1月の25日、はい、5日間ですね。そうですね、5日間のモンゴル経済視察ツアーで、この時期はもうねマイナス40度とかになる極寒のモンゴルなんで、はい、自然の大脅威を感じるツアー、ね、モンゴル投資ツアーって言えると思うんですけど、投資家の投資じゃなくて凍って死ぬ投資ですよね。モンゴル投資ツアー、はい、こちらの死んじゃったら困りますけどね。投資ですね、うん、まあ、石田さんはこれでまあ、プラス50度とマイナス50度で、そう100度の温度差を経験することになるわけですね。これなかなかサウジアラビアの真夏は50度いきますから。あ、そうなんですか。はい、これはなかなか日本人でありえない、ありえない、いないと思いますけどね。で今度1月僕もこれ行くんですよ、はい、モンゴルに行ってマイナス50度を体験して、でそれでもうちょっと自然の大脅威を感じてこようと、はい、でね、まあ、夏にツアーやるのもよかったんですけど、あえて正木さんがこの時期に行こうって言い出したんですよ。あ、やっぱりねこの時期のモンゴル、やっぱり夏と比べてやっぱ価格もね割と安めに行けるし、はい、でやっぱ人もそんな来てないからいろんなとこ見て回れるし、そうですね、でなおかつ、さっき言ってたその住宅供給政策をね、はい、モンゴル政府が頑張ってやってる意味が分かると。そうです、ね、冬になってれば石炭ストーブ炊いてるから、もうどういう生活してるかっていうのが、はい、もうモンゴル人の生活が見えるから、だから冬に行きましょうというね、うん、そんなお話でしたよね。石田さんが一番行きたがってると。行きたがってます、行きますよ、マイナス50度の世界へ。ゲルム行きましょう、いい、ね、ゲル見に行きましょう、ということで、これの、まあ、オリエンテーションツアーみたいな、セミナーみたいな、あ、そうですね、それもやりますよね、はい、14日ですか。そうですね、12月の14日、はい、来週ですか。来週の金曜日ですね、来週の金曜日、HIS の本社で、はい、モンゴル不動産セミナー、はい、正木健太さんを講師にお招きして、
約1時間半ほどね、はい、セミナーやりますんで、はい、そのモンゴル不動産セミナーご興味ある方はぜひ今ご覧のこのウェブサイトの右の方に、モンゴル不動産ツアーというバナーも貼ってあると思うんで、はい、そちらから申し込んでいただけたらと思います。前回がすごかったですね。そうですね、前回3日間で70人来たんですよ。あれ50人定員だったところが、はい、3日間でなんかちょっと ほったらかしい人が気がついたら70も申し込みがあってどうしようどうしようっていきなり席増やしたという、はい、まあ、そのぐらいの好評だったセミナーだったんで、はい、ちょっと今回もぜひ皆さんご参加していただきたいと思います、はい、ちょ最後にじゃあ一言ずつ、はい、モンゴルの魅力を正木さん桜井さん一言ずつ、じゃ正木さんから、まあ、そうですね、まあ、今年はですね少しスローダウンすると言われてますが、まあ、2013年からですね、うん、また、まあ、20数%の今度成長が来るかもしれないと。あ、これはですね世界でもやっぱりビッグインパクトになると思いますので、それを見に行くにはもう今しかないですね。ないですね、うん、今投資しましょうという感じになると思います、うん、今行かないでいつ行くって感じですねそうですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ桜井さんもモンゴルの魅力を一言。僕はやっぱりその生のモンゴルの生活を見てほしいなと思ってますそれぐらい。もうじゃあとにかく1月はモンゴル行きましょうということで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、正木健太のモンゴルナウ、正木 LLC の正木さんとモンゴル商事の桜井さんをお招きしてお届けしました。ありがとうございました。